どうした？ぬるいぞ。まだまだだな。踏み込みがまだ甘い。それでは私には届かんぞ。強い。勝てる気がしない。マークスはどうしてそんなに強いんだ？それは私がお前と同じように訓練を積んできたからだ。お前もこのまま訓練を重ねればさらに強くなれるだろう。じゃあいつかはマークスに勝てるかな？ああ、お前は筋がいい。きっと私などすぐに超えられる。そうか。俺頑張るよ。もっと訓練してもっと強くなる。お前はなぜそこまで強さを求めるのだ？決まってる。俺はみんなを守れるような強くてかっこいい騎士になるんだ。おお、それは立派な夢だな。だがお前は王子だろう。王にはならないのか？ならないよ。王は弱くてかっこ悪いから嫌だ。俺は父上のようなみんなに守ってもらうばかりの弱い王なんてごめんなんだ。だから俺は剣を磨いて騎士になる。王位を継ぐのは姉さんでいい。私は先代の王のことを知らないが、果たして本当に弱かったのか？当たり前だろ。いつも病気がちで武器もろくに扱えなかったって聞いたぞ。武器の扱いなど大した問題ではない。人の強さとはもっと内面的なものだ。どれほどの戦巧者でも貫くべき信念もなく前へ進む覚悟もないものなら強いとは言えん。信念や覚悟。私には戦王が弱い人だったとは思えない。今のワイトリスの村や民を見ればわかる。敬うべき王だったからこそ民は王に従い、お前の母君は王を支えたのではないか。でも俺は自分の力でみんなを守れる強い男になりたいんだ。マークスの言いたいことはわかるけど、俺は父上を目標になんてできないよ。父君をそのように言うな。それにお前の目標は騎士でなくとも達成られる。王として国を治めながらひとたび戦場に出れば自ら前線に立って兵と共に戦う、そのような強い王もいる。私の父ガロン王はそういう王だった。マークスの父上が戦う王か。ああ、強く厳しくも民そして国を導いてくれる王だった。だからこそ何があっても父についていくと私は決めたのだ。何があっても王子として生を受けたお前にとって王になることは無理な道ではないだ。お前の目的のために何をすべきか、何になるべきかをよく考えるといい。さあ休憩はここまでにしよう。全力でかかってこい、マークス。おう、今度こそ一本取ってみせるぜ。